それではボートレース大村展望番組をお届けしてまいります。解説をしていただきますのはスポーツ報知の長谷明記者です。長谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、5日間開催で行われています創刊70周年記念中日スポーツショー、本日最終日を迎えました。第12レースではいよいよ優勝戦が行われます。さあ、長谷さん、はい、昨日は参考レースで準優勝戦を行われたんですけれども、はい、波乱も見られましたね。ありましたね。けどどれもなんか本当見ててハラハラするようなレースばっかりでしたね。見応えのあるレースばっかりでした、はい、まず一つ目の準優勝戦第9レース、はい、ここは1号艇山口選手先に回って、ね、スタート決め先に回って押し切りましたね。でも本人はね、もう先に回っただけですよとは言ってましたよ。いや、もうでも見事でしたよ。そうですね、面白かったのは地争いですね。どうなるのどうなるのっていうところでしたね。もう本当にいい気力レベルの高いところだったから、まあ、伸びる選手も多くね、尾崎裕二だったり森選手だったり三好選手も足いいし、そうですよ。でもそこで登ってきたのが本村だ。段回りがいいんですよ。すごかったですね。伸びられたけどしっかり展開つきらしがる。そして展開つくじゃなくて、昨日道中は2周1マグぶん守っていってね、前に行った。素晴らしかったですね。ちょっとバックではね、ヘタキ引っかかったし危ないシーンも見られたけど、でも本村選手の握りっぷりで前に行った、いいレースしましたね。そうですね。おー、で3着ゼリーもまたこれがまたどうなるのっていうところだったんですよね。でもやはり尾崎選手船足抜群ですね。すごいでしょ、伸び抜群。でも本人言ったら昨日は合ってなかった、合ってない分が多分乗り心地の方に影響があった。でも足は抜群だったね。あれでしたね、はい。結果長崎ワンツースリー決まりましたね。そうです、長谷さんも昨日展望番組に上げていただいて見事できて、はい、ありがとうございました。でもね、本村選手は昨年9月について大村2回目の優勝、もうね、ちょうどいい時期でね、はい、彼もね、優勝から力やったって言ってましたね。ちょっともう初優勝なんかも目指したいところですね。いっちゃえよって感じますけどね。はい、はい。さあ、そして2つ目の準優勝戦第10レースなんですけど、これね、内寄りのね、松崎選手と桐本選手、スタート0台しっかり決めてたんですよ。そうですよね。ところが3コースから西岡選手がもう全速つき前ブーンっていって、1がちょうど5はまった、ね、2も伸びられた、でもそこは4コースから永田圭司選手が指してきた。でも 4-3 かと思った瞬間、2マークも西岡選手も船向いてますから ね、 そうでしたね。帰りが全然違って逆転勝ち。いやー、西岡選手、今展望番組に毎回言ってるけど初めて見た時から展示見たけど、わ、この選手すごいなと思ったけど改めて思った。いや、そうですよね。でね、3コースがまくりいったでしょ、あれね、フライング休み中にずっと3コースまくりの練習してたんだって。あ、 そうなんですね。それがここぞという時にもうハマりましたって言ったから、素晴らしいですね。やっぱ努力っていうのは大事なんですね。やっぱり練習が嘘つかない、やっぱすごい、努力は裏切らない、ね、裏切らないね。はい。さあ、西岡選手1着、そして2着に4号艇の永田選手が入ったという形でしたね、はい。そして1号艇松崎選手敗れる形となって満州決着の波乱でした、ね、はい。さあ、そして準優勝戦ラストカード11レースもここ進入から動きありましたね。大上選手がね、動くっていうの分かって、どこまで行くかって言ったら2コース入ったんですよ ね、 でしたね。それで2号艇三島選手が行かなかったんですよ。だから1と5がもう100超えた深いお越しになって三島選手がもうこうし行ったのかというだけだったんだけど、中越選手はスタート0-4決めて押し切りましたね。レース後ね、川内がね、疲れましたって言ってた。そうだよね、もうスタートもうお越しの位置もあるし、スタートも気を使うし、本当ですね、よかったって言ってた。いや、もうお見事でしたね。でもお見事だったのは2着に入った後藤選手も、あの1マークぶん回って全速で幕出し見事に入ってた、ね。いや、そうです、綺麗に入ってきましたね。彼2節前にね、桐生で初優勝したばっかりだけど、その勢いそのままというか、いい走りしてましたね。リズムつながってます ね、 ね。本当3つとも見応えになるレースでしたね。そうでしたね。まあ、結果優勝戦ポールポジションは予選トップ通過とかの中越選手がゲットとなってますね、はいはい。ただ優勝戦メンバー見るとフレッシュな若手、また気力もね、そう面白いいますよね。そうですよね、はい。さあ、優勝に輝くのは誰になるのか、ぜひ熱い戦いにご期待いただければと思います。
それでは早速優勝戦に出場する6選手ご覧いただきましょう。さあ本日の優勝戦ご覧の6選手で争われます。この中では3号艇西岡選手、そして6号艇後藤選手がフライング1本持ちです。そしてモーター評価もいただきました。はい、モーター、まあ、キレキで言うとね、中越選手の23号機と西岡選手の37号機、これコース蒸気なんですよね、キレキ通り。はい、準優前まで、まあ、予選期間中では中越選手と、まあ、優勝してないけど、うん、尾崎雄二選手、森高弘選手が伸びててね、3強と思ってたけど、ここに来て西岡選手が来ましたね。いや、そうですね、彼はタン回り、うん、展示タイムもいいんだけど、あの大村のね、一周タイム、回れ足タイム、直線タイム、常にいいんですよね。だから見てると、ターン周り本物だなと思った。昨日のレース見て改めて思いました。はい、中越選手もね、会った時全部いいんですよ。うんうん、ただ一つ気になるのが、昨日の準優前のレース、うん。びっくりしました。どうしたの、うん、あれ、調整、私、ターン周りが全くなかったんですよ。結構差が出てましたよね。ちょっとびっくりして、だからちょっと順位不安だったけど、順位はなんとかね合わせたというけど、はい、ちょっとそのね、少し落ちた時があるっていうのが気にはなる。でも、ね、でも会った状態で言えば、中越選手と西岡さんが日強だと思う、優勝に入るわ。ただ本村選手は昨日の順位も見せてたように、出足回り足、うん、あチは抜群ね、はい、シンペラからのスタートだけど、ペラちょっとだけ叩いたというけど、うまく合わせなかったね。ですね、いつもなら伸び方にしたいところ、今回はちょっと出足型にやってみたら正解だったと言った、うん、だから4号艇なので伸び寄りにはしないと言ってましたね。あ、そうですか。今の出足回りしたレース、まあ、直線も普通はあります、うん、でも普通あるとでもいい人には分が悪いと思う。なるほど。ただこの3人かな、出てるのは、まあ、後藤選手も昨日の順位のように合ってる状態、夜の時の方がターン回りがいいと思う、はい、でもね、前近日から伸びる感じはないとは言ってました。だからこっちの出足回り足の方を生かしていきたいなと言ってた、初日12レースメンバーだったのが山口裕二選手と中田選手ね、はい、普通4点。山口裕二選手も予選を3位だったりはそんな足じゃないね、正直言うと、そうですね、本人もどこがいいとこがないというか、うん、やっぱり船の帰りとかターンのとこもうちょっと欲しいとは言ってるし、なるほど。中田選手も今節はね、うん、リング変えたりキャリボディ変えたりして、ね、本人言ってた、5日レースと思えないくらい今節いっぱい作業しましたよって。あ、そうですか。昨日の前半レースはね、外枠だったからチルと1に跳ね出してきてよ、伸びることもないし、本人と喋ってて、永田圭司選手がこんだけ出ないってことはエンジン良くないと思うねって、僕もそう思いました。だから本当によく見て普通、ね、でもターンはいいから、うん、まあ、怖いけど、足として言えば2と5は目立たない、はい、むしろここの中に入る劣勢かもしれない、うん、そういう感じがしますね。はい、さあということで、もうここは7点満点もいれば、まあ、でもね、腕がありますからね。そう、気力がね。山口雄一も粘り強いっちゃ粘り強いしね。そうですね。はい、はい、そういうことで、まずは優勝戦メンバーと記録評価ご覧いただきました。続いて第12レース優勝戦の展開予想です。フリップをご覧いただきましょう。さあ第12レース優勝戦、まずは見どころです。トーチでは誕生祭部位もある中越弘樹が速攻、ライバルは同じ香川支部の西岡健信だと挙げていただきました。はい、はい、中越選手ね、2018年大村でね、うん、誕生祭勝ってますからね、特別戦初部位でしたからね、うん、でまあ、それ以外にももう1回優勝してて、ね、これまで優勝2回あるんですよね、本人も大村大好きですよ、優勝したいですとは言ってましたよ。あ、そうですか。ね、昨日の順位と違って進入は前付けないと思う。中田選手 もうなんか枠内というようなコメントでしたからね、さあさあ、でも中岡選手会った状態なら本当足巻きはないので、インのスタートも行くのでね、うん、最後もスタートきっちり行ってくると思う、彼の場合は、うんですね、だからもう先前にしてね、押し切ってね、優勝一番近いとは思う、はい、気力で対抗は西岡選手、うん、いや気力だけじゃないね、ターンでね、いや素晴らしいですもんね、今節は何度も言ってすいません。1走目の展示見た時から本当にこの選手はいい選手だと思った。でもそれが道中でもしっかり言ってる、はい、ただ今節はフライング休み明け、うん、今季はね勝率ね A1 ペースで行ってるからね、はい、もうね、とにかく来季 A1 上がるのは間違いないから、うん、
2本目切ってね、来季棒に振るわけにいかない。そうですね。どこまでスタートいけるか。昨日もね、順位はスタート天井遅れたけど、まあ、本番ね、1-1で行ってるんでね。そうですね。行ってくれれば十分ね、彼のスピードがあれば、握ってもいい、刺してもいい、はい、何してもいいと思う。対抗。はい。足でやっぱり本村選手持ってきました。出足回り足、あ、やっぱり今節いい走りしてる、はい、3が握っていってくれたらいい展開、3が行かなければ今節本村選手スタート行ってるんでね、うん、4コースが思い切りぶん回るレースになるかもしれない、はい、最後の印コースで山口雄二にしようかなと思ったけど、1と3の出てる人の間に挟まれてるんですよ ね、 うんですね。そしてあんまりその出足というか船の帰りとかあの辺が良くないので、ちょっと刺して2着ってイメージが僕の中でなかったんです、むしろ刺したりしても西岡選手が前に行くなっていうイメージなんですよ。うん、そしたら外から3か4どっちかが握ってくれたら永田選手、うん、とにかく10月にはダービー走るような選手。そうですよ。勝率ダントツでしょ。高い勝率持ってますよ。今季3連ライズ 86% だから船気に絡むのよ。うん、そして今日彼誕生日、これもうこれ関係ないけどね、40歳の誕生日ね、うん、もうスピード持っていってね、40でもまだまだ元気だぞってと見せてほしいし ね、 そうですね。やっぱちょっとやっぱ中田選手怖いな、さっきの3と4にどっちかが2いれば展開あるんでね、はい、っていう感じで終始回しました。でも買い目も西岡選手、ポイントは西岡選手がスタートいけるかいけないかだけ。遅れないければ全然もう彼が軸、うん、あのもうあの足とターン考えれば。そうですね。だから本当1、3だけにしようかと思ったけど、はい、一応印が回ってるので4と5の2着を折り返した、うん、そして1、3には抑えておこうというフォーカス、はい、後藤選手もねいいんだけどちょっと出足型の6コースなんで、なかなか外が誰かがまく、だからね、後藤選手が言ってたんですよ、永田選手に行ってほしいですねって言ってた。あ、うん、そうですね、そういう展開のないとちょっときついかなと言ってましたけどね。だから海面はもうこんな感じでちょっとだけ絞った、ま、だからとにかく3が絡むというフォーカスですね。そうですね、はい、さあ海面は1番の頭から3番4番3番5番2、3着折り返し、そして1番3番から3着2番上げていただいております。そして狙い目もですね、ここやっぱり逆転あるのに西岡君かな、うん、中越選手が昨日の前半のにちょっと合わないとターン回りが良くない、はい、そこがいいの2勝ですからね、うん、まくりに行ってもいいけど中越選手はスタート早いんでね、差しになると思う、はい、でもあの差しのスピードもあるからね。そうですね、新聞ではね3の頭から1、4、5流しってしたんですよ。あ、なるほど。あのとにかくあの、ね、手広く買ってね、どっかいいとこ引っかからないかなと思ってるけど、うん、差しになってくれたら1が2、3着に残すかなと思ってるので、うん、3から1の2、3着に4と5、はい、でもここね展示見ててもね狙い目が変わる可能性はある。うん、そうですね。あと西岡選手今日もタイム注目、はい、うん、スタートいけるかどうか、はい、だから本当はスタートいけなかったら1、4、5、1、5、4とかフォーカスもあるんだけど、ここはもう3ももう1と3もう信頼、うん、香川同士でワンツー狙うかなというレースかなと思ってるんですよね。もう西岡選手がどこまでスタートいけるかが鍵ですかね。でも彼はね今年もう初優勝してるけど、2回目の優勝十分あるような仕上がると思う。そうですね、本人ともちょっと順位今喋ってて、はい、今節の足なら優勝できる足はあると思って言った。あ、本人が、だからもう枠が良ければ本当そうって自信持って言うけど、やっぱ枠がちょっと違いますからね。そうですね、でもそのぐらいの仕上がりはいいらしい。はい、さあということで狙い目は3番の頭から1番4番そして1番5番、ここは2、3着折り返し上げていただいております、はい、もう香川支部ワンツーなるのか。そうそう、だから面白い優勝だよこれ。だからいや、そうですね、本村選手は初優勝かかるし、うん、永田選手は誕生日 V かかるしそうですね、山口優勝もいや俺も忘れたら困るよってなってるしね、うん、そうですよ、はい、ただ中越選手もうここ1枠ゲットしたんでね、そうスタートしっかりいってね、うん、押し切ってもらいましょう。はい、さあということで第12レース優勝戦はこのように展開予想いただきました。ぜひ参考にされてください。さあ長谷さんは本日表のピット解説にも登場いただきますので、はい、ぜひ皆さん直前情報でね、はい、そこでまた聞けますのでこちらも合わせて参考にしていただければと思います。さあということで本日も解説をしていただきましたのはスポーツ報知の長谷明憲記者でした。長谷さんありがとうございました。ありがとうございました。